何なのここは。無駄に広いし、何から何まで執事任せだし。方ね。ごきげんよう。あ、ルチア様、このようなものとお話にならない方が。ルチア。聖ルチア女学園で選ばれた者にだけ与えられる称号よ。あらゆる面で最も優れたレディーの証。あなたみたいな人が直接お目にかかれる方じゃないの。お楽になさって。私もこのような格好ですから。ルチア様はお体が弱いのです。ご容赦。もちろんそんな全然。ごきげんよう、リヒト様。お久しぶりです。メイ様、部屋の確認が取れたので寮にご案内します。じゃあ失礼します。メイ様が生活されるオンブラ寮です。オンブラ寮。オンブラです。金持ちの学校なのになんで寮だけボロ。実はセールチャーはレディーとしてのランクが厳格に決められておりまして、最初はオンブラ、次にルナ、そして高い実力を認められた者はソーレとして学園の自治を任されるのです。で、私はオンボロ。オンブラです。メイ様のお部屋はこちらに。生活しろとか言われたら速攻帰るとこだったね。メイ様、バスルームが奥で手前がトイレです。はいはい。じゃあ出てってゆっくりしたいし。あ、私のことは気にせず、どうぞごゆっくり。気にするっつうの。てか部屋では自由にしたいし、こっちが呼ばない限り入ってこないで。かしこまりました。では失礼します。お呼びですか。そうじゃなくて、出口こっち。こちらが執事の部屋となります。は？もしかして同じ部屋で生活するってこと。執事ですから。最悪。お待たせいたしました。よろしければコンタクトを入れて差し上げます。優しくいたしますので。やだ、私はメガネがいいの。メガネを外した方がお綺麗です。それにセールチャー女学園のレディーとして。だから私はレディー目指す気なんかないっつーの。では
そろそろ参りましょう。あと7分で遅刻です。え、校舎って10キロ先でしょ。間に合わないじゃん。ご安心ください、3分で到着します。あ、飛び級で入学した天才。だから何なのこの授業。ネズチ、そこいい。藤子もどんどん綺麗になってるよ。何やってんの。お嬢の身も心もケアすんのが俺たちの仕事だ。男の手に触られた方が肌の張りも出てくるじゃん。知らないよそんなの。よろしいでしょうか。よろしくない。もう無理。勉強わけわかんないぐらいレベル高いし、変な授業ばっかだし、移動は全部ヘリだし。まだ3日目です。慣れるまでの辛抱ですから。いつまでここにいなきゃいけないの。金太郎おじい様次第です。ちゃんと伝えといてよ。私は後継ぐ気もないし、お嬢様になるつもりもないって。はい。早く帰って二人の墓も作ってあげたいしさ。メイさん、壁際に下がってください。え？どうやって入った。ああ関係ねえだろ。んなこと言ってよ。話せよ。ここにいたことあんの。あんたが中1の時の夏休みに少しだけな。セールチアには執事養成学校も併設されています。弟は1週間でそこから逃げ出しましたが。逃げてねえ。俺は最初から執事なんかなる気ないっつったろ。典型的な負け犬の遠吠えだな。この野郎。うるさいな。もうそれより何しに来たの。え、そりゃ場違いの金持ち学校でいじめられてるメガネうどんを笑いに来たんだよ。どんだけ暇なの豆柴。お、豆柴って言うなっつったろ。騒ぐな。用が済んだならさっさと帰れ。そうそう、うるさいから帰れ。いつの間に。ま、細かいことは気にせんでいいや。あ、おい、なんだよ。おい、宇宙人みたいに持つなよ。おい、豆柴、気をつけろよ。あ、この学校舐めてるとマジヤバいからな。まだ立ち去る気配はありません。多少手荒な方法でも結構。長引けば長引くほど彼女の末路は悲惨なものとなりますから。では次の議題に移ります。武術強化に関してですが、まず大門さんお願いします。はっ、大門です。我々執事の任務の中でもお嬢様の安全を守ること、これは最重要任務の一つであります。よって。そんな、何が教材取りに行くの。オンプラの仕事に。あそこに。
当にここ？私たちは聖ルチアの秩序を守るの。今から動揺なくは。その後日も。冗談やめてよ。なんでそんなこと。あなたがこの学院にふさわしくないからよ。 S ランク執事がついてるからっていい気にならないで。柴田理人はただ仕事だからそばにいるだけ。あなたがいなくなればきっと喜ぶわ。これは警告よ。早くこの学園から立ち去りなさい。申し訳ありません。私がそばにいなかったせいで。別にあんたには関係ないから。お怪我は？大したことないって。念のために医者を。もうほっといてよ。金太郎さんに命令されて仕事でやってんでしょ。本気で心配してるみたいな顔しないで。ずいぶんおとなしくなったじゃない。前も言ったけどやっぱり2週間以内に逃げ出しそうね。別にあと1週間ね。じゃあその日私たちと勝負しない？1週間後調理実習がある。調理実習？通常のカリキュラムとは別の希望者が自由参加できる実習よ。自信があるなら参加してみれば。まあ恥をかくのが嫌なら無理にとは言わないけどね。いいよ参加する。へえ、強気じゃない。売られた喧嘩は買うの。それに私料理は大抵のもの作れるから。